こんにちはフィーフィーです今中国に投資することは危険なんです。海外の投資家が最近特に中国リスクを意識しているといいます。中国リスクというのは中国が抱えるさまざまなリスクのことで特に企業が中国国内で経済活動を行うときにおけるリスクのことなんですね。 ただネットのニュースなんかを見ても中国経済は回復しているなんて、まあ、ポジティブに報じる記事も目にしますたださまざまな角度から中国経済を見ると決してそのようには思えないんですねえむしろ中国経済が回復に向かうような要素なんて見当たらないんです なら中国経済がどこまでやばいことになっているのかえ今日は中国経済の実態についてお話ししたいと思いますえまず中国の一つ目のリスクは何と言っても政治リスクなんですよね アメリカと中国が今対立する中で中国の強硬姿勢が周辺国との衝突のリスクを高めてそれが世界経済にもそれこそ株式市場にも悪影響を及ぼしています。 台湾との問題、南シナ海での中国による脅威、インドとの領土紛争、そして中国の少数民族や香港での人権問題、中国はこれらに対して露骨に強硬姿勢をとっていて常に緊張状態にあるわけです。もちろんアメリカとの対立も激化していますよね。 米中貿易摩擦やハイテク競争またアメリカとは経済面だけではなくて政治や軍事面でも睨み合っていますそうした中でアメリカが中国に対してどんどん制裁を強化していますこれを EU などの同盟国にも呼びかけていますから中国は経済的に大きなダメージを受けるんですね 中国がアメリカと EU を同時に敵に回すことが中国経済にとってどれだけ影響するのか、まあ、シンプルに中国の成長の土台となってきた輸出の依存度を見ればわかります。 中国の去年の輸出の総額は2兆6000億ドルでしたがこのうちアメリカ向けが17%と1位でしたで EU 向けは15%で2位、まあ、つまり中国の一番のお得意さんと今中国は険悪な関係になっているわけですだからアメリカと EU から経済制裁を受けることは中国にとって大きなダメージとなってしまうわけです また EU ですが中国は EU と本当のところでは対立はしたくないんですよね。習近平主席が最も力を入れてきた経済構想である一帯一路の先行きが見えなくなってしまうから中国が陸と海のシルクロードという一帯一路を現実のものにするには EU 諸国との関係が重要になってくるわけです。 しかし EU は人権問題を理由に中国に対して厳しい姿勢を取り始めましたまた経済が悪化する中国はかつてのように EU に大盤振る舞いをするお金もない金の切れ目が円の切れ目で EU 諸国の脱中国が加速しているんですあとやはりアメリカからの経済制裁が中国企業に深刻な影響を与えているんですね 中国では昨年から民間企業だけではなく大手国有企業のデフォルトや倒産も相次いでいるんですこのまま中国のデフォルトや倒産ラッシュは今後も続くだろうと言われています 中でも衝撃的だったのが、世界第3位の中国のスマホ用半導体設計企業である、成果志向集団が倒産の手続きに入ったというこのニュース。ここは1988年に中国の名門大学、成果大学が51%出資してできた反国有企業なんですね。 ただここは中国の半導体の完全国産化計画を引っ張る役割もしていた企業なのでもう中国の国のの有企企業業ようななならい重要な企業なんですね。これまでの中国ならこうした大企業や国有企業の経営が傾けば政府が救済に動いたわけです。 中国は2025年までには中国半導体自給率を70%にしようと力も入れていて膨大な資金をこの青果志向集団に投資してきたのにこれを救済することができないまま経営破綻という結果になってしまった中国メディアによると青果志向集団の負債は約300億ドルにもなるそうですつまり3兆円以上ですよね 世界に4万人以上の従業員を抱え世界の SIM カード市場の20%のシェアを占めるこうした中国の大企業が破産をしたことは世界の投資家に大きな衝撃を与えました。 成果志向集団の件は中国経済悪化を象徴する一例に過ぎませんがこうして経営が傾いて同じく破産寸前の中国企業が今中国にはゴロゴロあるということなんですねしかもこの状況を中国政府は隠し切ることもできなかったし助けることもできなかった こうなると海外投資家たちはいよいよ中国経済の状況が悪いと見て中国株から手を引くようになってしまうそうなればますます中国の経済は悪化するんですよねでこうお話ししてきた通りこれだけでも中国経済が回復に進んでいるなんて要素はないんですよね こういったことだけでも十分中国経済はやばい状況というのは分かっていただけたと思うんですが実は中国はこれほぼ日本のメディアが報じていないんですがコロナの感染が再び増加してこれがまた経済に大きく影響するほど深刻な状況になっているというんです特に心配されるデルタ株の感染が広がっていて 中国31の省と市のうち18の地域でで隔離や都市封鎖が行われているんですちなみに武漢市でも約1年ぶりに感染が確認されこれが急速に広がっているため経済活動もストップしているんです。 武漢にある日本の車、ホンダの工場も8月3日からすべてストップしています。そして武漢市は1000万人以上いると言われているんですけど、その市民全員を PCR 検査するとのことです。住民が地域外に出ることも禁止していますし、特別車両以外は通行止めにもなっているそうなんですね。市民生活はもちろん中国経済にも大きな影響を与えるでしょう。 あともう一つ、この他に中国経済に影響を与えているのが、まあ、先日中国の河南省で起きた洪水なんです。これ、先月末に中国の河南省で千年に一度と言われた豪雨が発生して、道路や地下鉄が水没して多くの住民が亡くなったんですよね。 中国政府は当初16人死亡と発表ただ中国政府はいつも正確な数字を発表しませんので、まあ、実際少なくとも6000人以上がこの洪水で亡くなったと台湾メディアは報じていますでこの豪雨による洪水で中国政府は河南省全体で1兆4000億円の経済損失になって と発表していますただこれも実際にはもっと損失は大きいのかもしれません中国はこうした大規模な洪水による被害が本当に毎年何度も各地で起きているんですねその度に何兆円という額の経済損失を出しているんです、まあ、こうした災害も中国経済に大きなダメージを与える要因になっているわけですこうしてざっと お話ししてきたように、やはり中国の経済状況は良くないということが分かっていただけたと思います。日本のメディア、特にテレビのニュースなんかでは、中国経済の実態について報道が極めて少ないんですが、少なくとも中国の経済が回復の状況にあるなんて、まあそんなことはないということ、中国リスクがいかに 大きなものなのかお話しさせていただきましたさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします